180万円の超高級ルームです。嘘でしょ。待って、これ何人用のホテルなの。だってこっちまで続いてるじゃん。そうだよ。じゃあ本来私がやる予定だったドッキリをやります。どうもあたるです。今日はカノンさんに超大型のドッキリを仕掛けたいと思います。パチ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 。今回ですね、セルリアンタワー東急ホテルさんご協力のもと、なんと普段だったら絶対にありえないんですけど、180万円のお部屋を借りることができました。ですので、この超豪華なお部屋をカノンさんにクリスマスプレゼントしたいと思います。でもこれって冷静に考えると、僕が180万円のお部屋を借りることってありえないじゃないですか。多分カノンさんはすごくこの部屋を不思議があると思うので、そこをモニタリングしていきたいと思います。では早速カノンさんを迎えに行きます。楽しみ。ちなみにここがもう180万円のホテルの玄関なんですよ。すごくないですか。いや、恐ろしい。ちょっと何ねえ、レストランはいいからいいから早く持って。いいからじゃないよ、うちだってここずっと待ってたんだよ。めっちゃ寒かったんですけど。それは謝る。え、運転手さん、運転手さんいるじゃん。あ、ご協力いただいてる。お邪魔します。お邪魔します。すいません。え、待ってよ、このさ、光景なんかすごいデジャブ感がすごいんですけど。まあいいからいいから。いいからってさっきから何なんですか、視聴者さん。ちょっと助けてくださいよ。一応念のため聞くんですけども、この後私をどこに連れて行くんですか。誘拐されてるみたいな。いや、なんかもうすごいんだよね、私の中で。 あの前のあの、あれって、なんかデジャブって。行き先はね、あの運転手さん実はもう伝えてるから。あれ、このままも聞いたぞ。ちょっと待ってよ。またね、近くなったら目閉じてもらうから。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これも視聴者さん、わかりましたね、これね。もう私、あ、でも気づかないふりした方が面白いんか、 YouTube 的に。あ、わかった。じゃあ、もう何も知らないふりします。よし、出発しましょう。よし、行きましょう。なんだこれ。なんか今日の服装、赤と緑で可愛いんじゃない。クリスマスカラーっぽくて。そうですよ。てか珍しく私スカート履いてますよ。スカートか、発音。しかもブーツ。なんかデザインいいね。いいでしょ。そろそろ目的地に近づいてきたんで、目を閉じてください。言ってもこれ乗ってまだ 3,4 分しか経ってないですよ。目閉じますよ。閉じてください、はい。いいね、クリスマスカラーのネイル。おポイント高いよ。これでネイルに気づく男。しろ。到着したんですけど、はい、まだ目を閉じててください。じゃあシートベルト外そうか。はい。どこですか。え、なんかすごいいい匂い。でもなんか嗅いだことのある匂いの。このエレベーターピンポンは何でしょうか。じゃあカノンさん、はい、目を閉じたままマスクを取ってください。ちょっとじゃあ話しますよ。マスクって、え、キス、キスですか。目を閉じたままマスクをしまってください。怖い、なんか怖い。キスですか。18禁になっちゃいますよ。ドキ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 しちゃう。じゃあカメラを自分で持ってください。なんかな、これ見覚えあるんだよな。じゃあ3分だけ待ってて。はい、ちょっとねスタンバイしてくれ。その間に目開けちゃうよ。入れましたよ。じゃあ手引っ張りに行く。おー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 おおお。なんだかな、なんかな、もう期待値が上がりまくってますけど、大丈夫ですか。じゃあ目を見てください。ハハハハハ。なんだこれ。ちょっと待って、おかしい。ちょっと。てかどうしたの、なんでサンタの格好してんの。大丈夫、ここ痛いよね。ここは、はい、セルリアンタワー東急ホテルさんです。だろうね。だろうね。だってそれは分かってた。だってこの前のあの動画の感動の光景と同じだからさ。
そうだよね、そうだよね、そうだよね、合ってるよね。そうです。あ、そうだよ、そうですよね。はい。あ、すごい、でもかっこいいわ。どう？いや、いや、すごい。嬉しいでしょ。嬉しいけどさ、でも、なんでレストラン？え？いや、レストランじゃないよ。え？ほんと、店名じゃない。これ、お店の、なんかの、よくあるじゃん。カツ屋みたいな。うん。ここは中華料理屋じゃなくて。すみません、失礼しました。180万円の超高級ルームです。嘘でしょ？嘘でしょ？80万円の超高級ルームです。180万円？そう。嘘でしょ？180万円。え、嘘でしょ？いや、ほんと。180万円なの？うん。あ、じゃあ、ここだけ見ててもわかんないから。あ、まあ。ちょっとご案内させていただいていいですか？はい。はい。じゃあ、行く？あ、行きます。え？中華料理屋じゃないんだ。じゃないよ。ちょっと案内させて。これ、なんですかね？え、もう私にはわからない境地ってことですよね。これは、わかんないですね。え、なんか結婚式場か、うん、中華料理屋の入り口ですかね、こういうなんか。うん、はい。じゃあ、お部屋をご案内させていただきます。はい。はい。行きますよ。はい。オープン！ドーン！いや、喋って、YouTuber。あ、そうだけどさ。え、ちょっと待って、リアクションに困る。え、180円頼んだの？うん。足元どう？ふかふかでしょ？うん、ふかふか。やばいな。え、待って、これ何人用のホテルなの？だってこっちまで続いてるじゃん。そうだよ。ちょっと待って、おかしくない？これさ、さっきのさ、うん、あっちの扉、あれは何？あっちもお部屋なんですよ。あっちも部屋なの、はい、あ、180万円だわ、これやばいでしょえ、なんかの私さ、罠があるような気がしてそわそわしちゃってるんですけど。しかも見て、東京タワー見えるんですよ。東京タワー、これ東京タワーだよね。うん、やばすぎるでしょ。あ、こっちね。うん、ここはね、また後で行くから一緒。とりあえず向こうの部屋行こう。はい。気になってるでしょ、向こう。気になる。だってまだ右側だけだもんね。そうだよ、右側だけだよ。へえー。いやー、すごいな、ほんと。ちょっと怖いんですけど、ほんとに。え？いや、実は誰かいたりとか。じゃあ開けますよ。はい。はい。なんかどうですか？え、これ、あ、二世帯住宅ですか、これ？え、あっちもあって、今右側行きました。はい。今左側です。でもあっちもあるんでしょ？はい。え、こんなさ、ホテル見たことないよ。しかもここだけじゃないんだよ。まだあんの？ちょっと。え、てかこれすごいでかい。なんじゃこりゃ。ちょっと中に奥行ってみてください。もうユーチューバーモード入りますよ。あ、いいよ。リアクション重視、リアクション。やっと入るの。もうユーチューバーも本気出しますよ。やっと？いや、やばいって。すごくないこれ。おお。え、待って、え、これ大丈夫なの？だってこれ素っ裸見られちゃうじゃん。そうだね。すげえ。で、これは洗面台。はあ、やばー。で、今日2人とも赤々ですね。赤々だね。赤々です。あ、これ2人別々なんだ。じゃあトイレ。あ、いや、トイレ。もう私の分からない領域で、だってこんなスケスケのトイレですよ。ごめん、また目をつぶってほしい。はい。手引っ張るから、目と閉じて。はい。じゃあ、カノンさん。はい。目を開けてください。じゃあ、え、何者よ。これは、はい、ワタルコーポレーションからの第2段階のクリスマスプレゼントです。トルコーポレーションからの第2のクリスマスプレゼントです。どう？いや、すごいけどさ、うん、渡るコーポレーションいや、そこはいいんだよ。そこは違う、いじるとこじゃないからさ。あ、はい、うん、なんだこいつ実はね、まだメインディッシュがあるんですよ。あれ、なんですか、会話社長渡る社長、カノンさんが好きなものと言ったら焼肉。まあ、肉だよね。すいません。うん、なんかすごいな。え？なんと、
ステーキじゃん。ステーキガチモンのステーキじゃん。ご用意させていただきました。海馬社長、渡るコーポレーションです。あ、渡るコーポレーション、うん、渡る社長、うん、じゃあこれは後で一緒に食べよう。はい、あ、今じゃないよね。うん、一旦しまっとくね。これはなんとね、保温ができるからね、鮮度を保ったままできる。すごい、ジャパネット渡る。私からもサプライズあるわ。え、ちょっと待ってて。どれぐらい？5分間ぐらい。うん、おっと、これどうやって説明すればいいんだ。今日本当は私も渡るくんにドッキリを仕掛ける予定だったんですよ。ただまさかのなんかこういう感じになっちゃったんで、急遽私も渡るくんの目の前に本来私がやる予定だったドッキリをやります。果たしてこれが正解なのか分かんないけど。あ、でも案外いける？いける？これいきますかね。渡辺くん、実はですね、私からも今日サプライズがあります。はい。同じかい。めっちゃいいじゃん。ほんと？うん、いいじゃんいいじゃん。ほんとっすか？うん、これマジで恥ずかしいな。何やってんすかね。同じこと考えてたんだ。あなたのせいですよ。っていうのも、今回渡るくんからさ、さっきのあの宮下公園の前で待ち合わせって言われたじゃん、うん、だから私はそこでサプライズをかます予定だったんですよ、うん、それがまさかのこんなドッキリの展開になると思わなかったんで、うん、完全に私のサプライズのタイミング失いました。なので今あの降臨します。そういうことね。はい、めっちゃ可愛いじゃん。いいじゃんいいじゃん。え、いや別に可愛いなんてそんなやめなさいよ。顔が照れてるんだよね先輩。てい、渡るコーポレーションだ今日。てい、てい、クリスマスプレゼントもあります。ん、抜けて、 クリスマスプレゼントあります。え、待って。え、なになに、ほんとすいませんね。ソンタさんみたいな感じで。本来は手提げじゃなかったんですよ。説明しますと、渡るくんに今回用意したクリスマスプレゼント、本当は、渡るくんと待ち合わせする前にラッピングしに行く予定だったんですよ。はい、動揺してるんで。ただ渡るくんから今すぐ車止めてるから来てみたいな LINE が来たんで、あのラッピング行けなかったんですよ。なんでクリスマスプレゼント今あの渡してもいいですか。ああ、もうラッピングがされなくて。されてないんですよ。もうそのまま入ってるってこと。はい、なのでこのユニクロのらしいってユニクロのエコバッグの中に入ってますんで、こちらを贈呈いたします。はい、これ渡るくんにきっと役立つもんですね。実用的と。実用的だと思います。渡るくんが転職するじゃん、うん、でその時 もっと忙しくなると思うんだよ。なのでなんかそれにすごい役立つクリスマスプレゼントです。使ってください。どうぞ。ごめんなさいね、あの言ってなくてiPhone 7。これはですね、 iPhone 7 8 SE につけるバッテリーケース、純正です。これめちゃめちゃいいやつです。バッテリー切れ早いって言ってたじゃん。おー、言ってたね。だからこれをつけることによって今の使ってる iPhone の約2倍の時間使えるようになります。ちょっと待って。いや、ありがとう。はい、これちょっと iPhone つけようよ。おお、すげえ。どうよ、すごいねこれね、うん、このまま充電もできるの、この下の穴だから、いちいち取り外さなくてもいい。だからバッテリーが iPhone の本体が 100% としたら 200% になるってこと。すごすぎる。これめちゃめちゃいい、本当に。確かになかなか手に入んないの、これ人気すぎて。いや、ありがとうございます。はい、ごめんなさいね、なんか180万円のホテルの格差がやばすぎて。ちょっと金額じゃないから。え、これさ、え、聞いていいのか分かんないけど、うん、え、180万円って本当なんですか。本当。え、だってこの部屋のクオリティ見て分かるでしょ。いや、まあ、はい、はい、うん、そっと。え、そうなの。うん、まあそうだよね、180万円だよね、うん、え、これはどういうことなのかな。
ではこれはなんとカノンさんに払ってもらいます。いやいや、まだご冗談。本当です。え、嘘でしょ。本当。うう、嘘だよ。うう、本当。え、てててー、なんと今回わたるが払ってくれると予定通り。いや、実はゼルリアンザー東京ホテルさんから、まあ、ご協力をいただいて、あのこの部屋をお借りすることができました。すごい。お、やっと今追いついた。もう頭がわけわからんちん。エンディングいきますか、うん、じゃあこの後あのご飯食べよう。あ、はい、せっかくだし。わかりました、はい、でもそれ動画に撮りたいだったら、うん、あんなにだって。じゃあ次の動画で。でもせっかくだったらさ、他の部屋とかも全部見たい。だって180万円で、え、リアル180万円の部屋なんだよね。そう、じゃあ次の動画で。え、なんだよなんだよ、すげえ増えるな。今回の動画少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと各 SNS も画面の下あります。そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。